ソメソすんな。そんなに別れたくなきゃ力ずくで連れてくりゃよかったんだ。うわ、や最低マリモ。わかったよ、好きなだけ泣いてろ。やっと島を出たみたいね。ご苦労様。ああの組織の仇討ちか。相手になるぞ。敵襲敵襲。綺麗なお姉様。あ、なんだ、お前じゃねえか。生きてたのか。あんた、いつからこの船に。モンキー・ディ・ルフィ、あなた、私に何をしたか忘れてないのよね。おい、お前、嘘つくな。俺は何もしてねえぞ。いいえ、耐え難い仕打ちを受けました。意味わかんねえやつだな。私を仲間に入れて。はあ、崩れゆく総裁殿の中で私はポーネグリフと共に埋もれて死ぬ。なのに、あなたは私を生かした。それがあなたの罪。私には行く当ても帰る場所もない。なんだ、そうか、そらしょうがねえな。いいぞ。すごい。心配すんなって、こいつは悪い。ロビンを仲間に加え、グランドラインを進むルフィたちだが、ログポースが空を示すという事態に直面する。空にあるという島の伝説を信じて情報を集める中、大型ルーキーと称される海賊ハイエナのベラミーと遭遇。メリー号が直せねえって。なんでだ。おめえらすげえ船大工なんじゃねえ。査定の結果は聞いただろう。船の全骨格の土台となる龍骨。そんな、じゃあ本当にもう。まあ船の寿命だ。いい機会じゃねえか。諦めて新しい船を。いや、乗り換える気はねえ。俺たちの船はゴーイングメリー号、今日だって快適に走ってたんだ。なのに急に後悔できねえなんて信じられるか。沈むまで乗れば満足か。呆れたもんだ。話は一旦終わりだな。船を買う気になったらまた来い。せっかく空島の黄金を売って修理代も手に入れたのに、肝心の船の失敗。ナミ、大変だ。金の入ってるケースがないぞ。冗談やめてよ。あのお金がなくなったら。そういや、ウソップもいねえぞ。どこ行ったんだ。一方、その頃。水が澄んでて街並みも綺麗ね。歩ける場所もあるんだな。近くの島では今仮想カーニバルをやっているらしいわ。この街。え、なんでそんなこと知ってる。そんな話し声が聞こえたから。はあ、すげえな、ロビンは。もちろん入りましょう。CP9 です。CP9。 あれ、ロビン。こりゃすげえ。見たこともねえ。金を取った奴らはまだ近くにいるはずだ。絶対に取り戻さねえと。
リー？何してんだ？見失っちまったけど、今は金が先だ。何が何でも奪い返さなきゃならねえ。よっしゃ！何を奪おうと罪に問われねえのよ。ウソップ、息はあるか、チョッパ。死んじゃいない、大丈夫、助け。ちょっと待ってろよ、ウソップ。あのふざけた家、
れは麦わらのルフィ、てめえの実力のほども知れるってもんだ。そや、どう、ちょっと待て、おめえら金だろ、返してほしいのは。フランキーの兄貴が持って買い物に出ちまったんだ。つまりここでどれ、もう喋ってくれるな。そうだな、お前ら俺も、どうか、フランキー。どこへだよ。参ったな。おい、とにかく船に戻るか。船よ。ん、船だよ。ゴーイングメリー号とは。船はよ、乗り換えることにしたんだ。ゴーイングメリー号には世話になったけど、この船での航海はここまでだ。待てよ、そんな、お前集大足りなくなったのか。違うよ、そうじゃねえ。じゃあなんだよ、なんで乗り換えるなんてくだらねえことを言うんだ。メリー号はもう直せねえんだよ。お前、一流と言われる船大工たちがもうダメだと言っただけで、今までずっと一緒に海を旅してきた大事な仲間を、お前はこんなところで見殺しにする気か。じゃあお前に判断できんのかよ。お前は船大工じゃねえだろ、ゾップ。ああ、そうだ、それがどうした。絶対に俺は見捨てねえぞ、この船を。これは俺が決めたことだ。今さらお前が何言ったって意見は変えねえ。いいか、ルフィ、誰でもてめえみたいに前ばっかり向いて生きていけるわけじゃねえ。俺は傷ついた仲間を置き去りにこの先の海へなんて進めねえ。いい加減にしろ、お前。ルフィ、お前だけが辛いなんて思うなよ。だったら乗り換えるなんて答えが出るはずがねえ。じゃあいざ、そんなに俺のやり方が気に入らねえんなら今すぐこの船に。バカ野郎が、てめえ今何言おうとしたんだ。滅多なこと口にするもんじゃねえぞ。いや、いいんだルフィ、それがお前の本心だろう。なんだと。使えねえ仲間は次々に切り捨てて先に進めばいい。メリー号に見切りをつけるんなら俺にもそうしろよ。意見が食い違ってまで一緒に旅することねえよ。俺はこの一味をやめる。確かにその船は船長であるお前のもんだ。俺が勝ったらメリー号はもらっていく。モンキー D ルフィー、俺と決闘しろ。流れ星、どんな目にあっても後悔するな。お前が望んだ決闘だ。当たり前だ、こう好きで来いよ。帰り討ちにしてやる。流れ星もらった。さつ、今まで地獄、俺には8000人の部下がいる。命が欲しければ今すぐ降参しろ。お前にそんな部下はいねえことぐらい知ってる。
てメリーゴーはもらっていく。どんな手を使ってもな。やってみろ。インパクト。長いボス。エンボス。ルフだ。殺。キモアメ地獄。衝撃！インパクト！どうだ、チクショー！ゴムゴムのブレット！お前が俺に勝てるわけねえだろうが。メリーゴはお前の好きにしろよ。新しい船を手に入れてこの先の海へ俺たちは進む。じゃあな、ウソップ。今まで楽しかった。重い。それがキャプテンだろう。迷うな。お前がフラフラしてやがったら、俺たちは誰を信じりゃいいんだよ。船を明け渡そう。俺たちはもうこの船には戻れねえから。